村翔征残留決定。しれっと微言で特にコメントすら載せられてない N さん。あれ、他の選手もやってたか。私生活は年俸に影響なしだね。2軍で打ちまくっても1軍でダメだから微言で公開か。本当にしれっとだな。来年結果残さないと首が寒い選手が多すぎる問題。翔征は今年が勝負やと思ってたけど全然そんなことなかったやな。そして来年も投手ドラフトへ。翔征契約更改してもらいたいやな。多分来年あかんか。またやらかすようなら容赦なく切られそうやね。まあそんなに期待はしてないけど来年手のひら返させるくらい活躍してくれや。問題起こす起こさない以前にさすがにドラ1でもここまで結果出してないと首筋が寒いぞ。契約更改はむしろトレードの前触れだと思うわ。これで出しやすくなったやろ。あと1回くらいは払えそう。来年はマジで勝負の年のやつが多いわ。今年取る選手少なかった分来年は多くなるだろうし。